こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？平愛理と申します。平愛理さんね。はい。生年月日は？1984年12月12日です。昭和が、で言ってくれる？昭和59年。昭和59年の12月12日です。12月12日。男女？あ、女、女ですね。住所は？言いたくない。あ、東京です。あ、東京ね。はい、大雑把でいいですよ。電話番号は？電話番号は03ね。3617では言わなくていいですよ。LINE やってますか？LINE ね。 LINE やってますか？やってます。あとで聞きますんでね。はい、でどんな症状ですか？ちょっと熱っぽくて体がだるいんです。体だるい、はい、ちょっと脈吐いて。びっくりした。私は医者ですから、ね。はい、ちょっと脈吐いてるね。脈はそんな異常ないですね。ちょっと口開けてください。喉を拝見します。はい。ちょっと喉赤いですね。風邪かもしれませんね。はい、ちょっと聴診器当てるんで上着脱いでください。いや、聴診器で見るんで洋服脱いでください。今ですか？今。これやっちゃうと聞こえなくなっちゃうんで。今ですか？先生の前でですか？私医者ですよ。ここ病院ですから。恥ずかしいことはありませんからね。はい、じゃあ抜いてください。でもね、一応、洋服の上から見れないんでね。恥ずかしい。たまにそういう方いるからね。じゃあ、分かった分かった。先生がもな、先生も脱げば恥ずかしくないな。そういうもんだ。自分一人で裸になるのは恥ずかしいな。若い子がな、よし、サビーだ、よし、よしか。はい。いや、それも脱がないとね、直に肌こう当てないとダメなんで、これは、聴診器というのは。だけど。なんで？なんで恥ずかしい。本当に。先生もの、な、先生も脱いじゃうんだ。これ恥ずかしくない、私は。全然恥ずかしくない、私は。なんで？さっき言ったでしょ、直に肌当てないと見れないんで、これ。はい、それも、先生ね、これも抜いちゃう。恥ずかしいけど。はい、もうね。大丈夫、ここは病院なんだから。はい。なんで？それじゃ見れないんだな。それあと一枚だね。先生、これも脱いちゃうか。これ脱いだよ、もう何も恥ずかしいことでいいから。厚着だね。あとそれも脱いで、最後一枚脱いで。
言われた。もう死ぬほど言うな。もういいです。別の病院行きます。アンディよ、見てけよ。脱げ、ほら。